はい、どうも覆面ぼっちです。やっほい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということでね、まあ連日この撮影の日々でございますけれどもね、見てくださってる皆さんとね、この僕のね温度差なるべくね近づけていけるようにね、僕もやっぱ楽しんでいきたいですし、皆さんにも楽しんでいただけるこう動画をねお届けしたいなと思っているんですけれども、大丈夫ですかね温まってますか。ごめんなさい、なんか今喋り出した途端に急にファって汗が出てきちゃっていや季節感ねこの感じる今日この頃なんでね、ごめんなさい、何が言いたいかちょっと分かんなくなってきた鬼滅のイベントもグッズもどんどんもうね先行してもうバーッとねもう駆け巡っている最中ですよ違う僕のねやっぱこのグッズ開封はねかなり遅れをとっている、あれ今更みたいなね感じにちょっと思われちゃったら困るなって思うんですけれども、まだまだもう未開封のグッズがたくさんあるんでございますよその中でどんなグッズでもねやっぱりこうお届けしたいなと思って8月31日着グッズになっておりまして、もう1ヶ月近くもう温存しちゃってた。でもねもうすごいホット藤井さん出てきたね。やっぱ温めて熟成することでもうグッズたちも出てきた時にね違う表情が出てくる解放されたよみたいなね。また喋るなって喉がちょっと最近ちょっとね喉の張り付きがすごいんですよね。もうやっぱり老いを感じている今日この頃でございますけれどもね、いつだって全力開封ですし、もう本当にグッズが大好きなので、すでにこうサムネイルでババンでも上がってるんで、もう皆さんはねあこれねみたいな、遅くねみたいな今更みたいなね感じであると思うんですけれども、僕は本当にね月日が経っててもね全くの初見なんで、まあそこのねリアクション込み込みで、あとやっぱりお迎えできてない人たちとかも、あちょっとやっぱり遡って行ってみようかなみたいなねこう気持ちになってくれると僕はいいなって思ったりとかね、その時のみんなのさ大事な思い出ってあるじゃないですか。カフェ行ったよねってランダムに調整して、うおー自動的になんか今降りてきたえこれは何ですか、わかりません。蓋付きのクリアファイルっていうことは、ああ、ホワイトデー、やべえ、めっちゃ可愛いんですけど。時期がよ。もう秋めいてきてないか。もうハロウィン差し迫ってるこの中で、もうすごいですよ。ああ、やべえ、熱くなってきた。じゃあ、去年のね、クリスマスのランダムアクスタ A、B、どちらもね、全然開封してない。2023。これもね、どうしようかなって思ってるんですけれどもね。なんかこう通常の生配信とかでなんかやってみるのも面白いかな揃ってるかどうかすらもわからないっていうね、これこそ1年越しの開封になっちゃうかもしれないこちらホワイトデイ2024ランダムアクリルスタンド A、 いいね、綺麗な水色、あ逆になっちゃったごめんなさい、こっちでしたあハロウィンの時期でお化け、あちょっとやっぱりなんかトークのキレが話うまい方じゃないんですけど、なんか自分の中でしっくりまだ来てないはい、同じくランダムアクスタ B になりますね。女性からいただいたねこの思いをまあね男性がこうね返す日ということでね西洋文化がねこう浸透していったこの日本でランダムアクスタ開封していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますということで、もういつものようにコンプリートを目指して僕はね頑張る所存でございます。はい、はい、ということでこちらバレンタイン2024の時に開封させていただいた女性キャラクターたちになりますけれどもね、思いを告げてからようやく男性陣がこうお返事をする時が来たとそういうねプラス思考でいやでもね逆にこうね女性陣にお待たせしちゃってごめんねっていうところもね思いも込めながらですけれども、やっぱここでようやく出会えたっていうところで僕なりの解釈でねこういろんなこう見え方ができるのかななんていうふうに思ったりもして、今からね開封していきたいと思いますけれども、まずはクリアファイルのねこの集合絵っていうのはねすごくいいんだよね、もうめっちゃ可愛い12キャラの1枚絵となっておりますけれども、まあそれぞれ本当にね個性にあふれた書き下ろしとなっておりますけれども、もうアクスタでねちょっとじっくりこちらはねキャラクターたち見ていきたいので、このような感じでまあラインナップしているというところでこう見ていこうかなと思っております。いやーすごいね、バレンタインとねしっかりまあ統一性もある、そこがねやっぱりねこういいところ、蓋がねついておりまして、まあここに中に収納できるというタイプになっております。素敵な集合絵、ここからでございます。ランダムグッズの開封となります。
ホワイトデー2024ランダムアクリルスタンド B ということで、ちょっと A グループにはね、イグッティがいらっしゃるんで、序盤で行くのはね、ちょっと少し勇気がいるので、まずは B から行かせていただきたいと思います。善逸、玄野、煉獄さん、天元、無一郎くん、行明さんの全6キャラのラインナップとなっております。おそらくキャラクターコンプしてるんじゃないかなと思うんですけれども、初手でね、煉獄さん来てくれたらもうめっちゃ安心感はあります。ちょっとね、意表ついてこういうところから開けていこうかなと思います。まずは一袋目。月日が経ってね、ちょっと経年劣化を感じているパッケージになっちゃっておりますけれども。あかり、おー、無一郎くん、やべ、反転しちゃった。かわいいね。この垂れ目のになったところのね、目の左右差も少し感じられるような描き方もなっていたりとかね、アイラインのこのね、濃い縁取りもすっごい強調されてて、目元に主体性を感じますけれども、ピンクの綺麗なバラの花を持ってらっしゃいます。別にもう男性女性問わず、ね、なんかこう、僕はなんか、雄一郎くんとかに向けてね、こうお届けするっていうなんか意味合いも見たりするとなんかすごくいいなと思いますけれども、すごいね、スーツ姿に身を包んだ無一郎くん、女性陣との多分カラーバリエーションだと思いますね。ここの統一性もすごくいいなと思います。やばしだね、もうすっごい可愛いんですけど、ありがとう無一郎くん。はい、2袋目開けていきたいと思います。やっぱりファンがそれだけいらっしゃるということで、考え方や捉え方っていうのはね、多岐にわたるのかなと僕は思っております。それは楽しみ方もそうでございますけれども、さあでは行きましょう。二袋目、パーカーリ、おー、ゲンヤ、やべ、めっちゃ可愛いですけど、そっぽ向いてね、俺は興味ないぜっていうような表情にも見えるんですけれども、こう反らしてる感じがやっぱ可愛いなっていうところですけれども、頭の後ろにね、手を組みながらもちゃんとバラの花束は見えてるよっていういいよね。ホッケの部分にもバラの刻印みたいなこうね、あしらわれておりますけれども、まあそれぞれカラーバリエーションはありますけれども、各キャラクター同じコスチュームに身を包んでいるっていうね、ここの統一性もすごくいいなと思います。サスペンダーもつけてるっていうねこのグラデーションのね、つけてるカラーリングで人間味がそう、なんかね、命がね、こう宿ってるような感じがするんですよね。もうめっちゃ可愛い。もうやっぱりミニキャラちゃんクオリティのね、もう向上が半端ないでございます。ごめんなさい、なんか変な日本語になっちゃった。はい、3袋目行きましょう。このままこういく感じかな。行きます。あかり、おー、善逸、やべ、めっちゃ可愛いんですけど、ねずこちゃんって絶対言ってるなっていうね、容易にこう想像できるなと思うんですけれども、本当にね、女の子みたいなすごい可愛らしい表情をされておりますね。ウィンクしてたりとか、頬もね、すごく赤らんでる。思いを伝える相手がこういらっしゃるっていうところと、キャラ的なところもこう合わせてくれてるのかなと。もうね、すごいよね、もう掲げてるからテンションがすごいこう高くなってる善逸も伺えますね。バレンタインのねずことこう合わせてみると、なんかちょっとあんまり思いが伝わってない感じもするんだけど、まあここはね、こう自分の思い描くね、こう並べ方でセッティングしてあげるとね、いいんじゃないかなと思いますし、いや、二人とも可愛いよね。では4袋目開けていきたいと思います。いきます。ばかり、おー、行明さん、わ、素敵な表情だね。こちらの行明さんをね、プレゼントでいただくことができまして、実際僕はね、目にしているんですけれども、この行明さんのお顔がね、すごい良くてですね、とても可愛いんですよしかもね、バラをね、こう大事そうにね、こう両手でね、持ってる、なんかちょっと真摯なね、ところも感じられるなぁと思いますし、泣いてらっしゃらないっていうところがね、真剣にこう思いを伝えるところの表れもあるのかなぁなんていうふうに思ったりしておりますけれども、鬼殺隊最強ってね、言われておりますけれども、なんかこの時ばかりは普通の男性っていう青年っていうね、感じがするかなと思うんですけれども、真摯なところがあるのでね、なんか上品なところが出てるんじゃないかなと思いますけれども、煉獄さん、天元ちゃ来てないんですけど、やばいって。もうこの二人はもう本当だから序盤で来てくれないとめちゃめちゃ心配になるんですけれども、お願いしますばかり。うわ、煉獄さんいいですね。まあ、素敵な表情。いやー、素敵な表情だよね。口角のね、この上がり具合、このダマになったところなんかも、鬼滅のね、デザインではすごい特徴的なところかなと思うんですけれども、そこの部分もね、すごい強調されてるような描き方にもなってるんじゃないかなと思いますし、やっぱお人柄がね、すごく伝わってくるような感じですけれども、一輪のバラをね、スッとこう差し出してるような感じ。自然体なね、ポージングにも見えますけれども、肩幅に開いているポージングなんかも、今まで見てきた煉獄さんのね、こう立ち姿も、ちゃんとここで出してくれている。ビジュアやばくない？いや今回のさ、このホワイトデーやばいよ。やっぱり台座のカラーリング一つでだいぶ表情もね、見え方も変わってくるのかなと思ったりしますけれども、すっごいいい。 B グループラストになります。あと天元が来てくれればコンプリートっていう形になるんですけれども、さあどうかな。いきますばかり。うお、天元やべ、めっちゃかっこいい。過去一やばくない
すっと髪の毛をかき上げたポージングと、やっぱり天元らしいウインク。やっぱり天元といえば見下ろし天元。いいよね、瞳のつき方とか。あとね、よく見てみると頬をね、あからめてるんだよね。これなかなかなくない？めっちゃやばい。カラーリングもすごい透明感があっていいですね。で、対照的にシックなカラーリングと駆け出しのポージングだったりとかね。くーわ、かっこいいね。もう孫うことなき、もう嫁ちゃんズに向けてだと思いますけれどもね。繊細さがすごいダイレクトに伝わってくる。これどういう描き方したらね、この遠巻きから見てもこのはっきり見えるのかしら。すーっげー細かなデザインだよね。2023だったかな、うん、その時のバレンタインの時とこう混合してね、並べてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで B グループはコンプリート、出ていただきました。いよいよ次は A グループになります。ランダムアクリルスタンド A は炭治郎、伊之助、義勇さん、イグッティ、サネミ、ユージ、あ、ユージ、ごめんなさい、ユージだ。ごめんなさい、ユイチロウくんとなんかすごいね、さっき話してたからさ、ごっちゃになっちゃって、ごめんなさい、ユシロウの全6種のラインナップとなっております。ということで、ここにイグッティが登場しております。で、ここ熱いのはね、21歳組が揃ってるんだよね。ここはやばい。さあ、では早速、行きましょう。真ん中から行こうかな。一袋目。行きます。バーカリ、うおイグッティやべえ、しょっぱなから出た。ありがとう、イグッティ、めっちゃかっこいいですけど。すっごいかっこいいんですけど。このね、なびいた髪の毛がね、この爽やかさを感じる。すごくいい青年感が出ておりますけれども、腕に巻きついてるカブラ丸はすごくニコニコしております。イグッティはつけてないですけれども、蝶ネクタイをね、首元にこうくるっと巻いているって。で、このね、手を差し出したポージングなんかも、まあ、イグッティはね、結構ね、こう、じとっとした感じがあったりするんですけれども、とてもね、こう、柔らかい感じのね、こう、包み方になっております。対面するみつりちゃんだと思うと、個人的には胸熱な感じでございます。そして、バラの花束ね、この持ち方。真下に向けているっていうね、性格が出てるなと思うんですけれども、こう、駆け寄るようなね、足元の動き方。これ、めっちゃいいね。届けに来たよっていう対してのこのアンサーだと考えるとね、やっぱりね、熱い。いや、二人はやっぱお似合いだよね。もうめちゃめちゃいい。もうストーリー出来上がっちゃうもんね。いや、これはね、やっぱ二人はね、一緒に並べてあげるべきだなと改めて思いましたしね、もう僕の付け入る隙はやっぱりありませんしね。付け入るっていうこの表現もね、もうおばみつに本当に申し訳ない。開封して自責の念をね、こう感じさせてくれるっていう。いやー、嬉しいね。はい、では二袋目開けていきたいと思います。初手でイグッティはね、ちょっと熱いですね。さあ、いきます。バカリ、おお、ユシロー、いいね。もうわかるもん。絶対ね、玉よ様って叫んでると思う。ミニキャラちゃんでもね、ユシロがこうラインナップしてくれてるっていうのはね、すごい、あ、ごめんなさい、なんか今噛んだね。熱いですけれども、こういったところはね、なんかこう、前逸ポジションなね、描き方だと思うんですけれども、ここでね、ユシロのね、この玉よ様への思いが全開になってるところっていうのは、なかなかいいなと思いますし、キラキラしたエフェクトなんかもついております。可愛さもありながら、やっぱりね、こう、一途に思い続けるユシロっていうところがね、出てるんじゃないかなと思います。ようやく、このね、二人の思いが、こう、伝わったかと思うと、本当にね、開封してよかった。ね、先にお渡しするのは玉屋様の方ですからね、やっぱりゆしろいつもありがとうっていう感謝の気持ちなのかなとも思うと、気持ちのね、やっぱ通じてるところはしっかりあるんじゃないかなと思いますので、やっぱり微笑ましいですね。はい、では3袋目いきましょう。しょ、いきます。バカリ、おー、炭治郎、うわ、やべえ、これさ、すごい照れてる。いいね。炭治郎も女の子みたいだね。もう今まで見たことがないぐらい、こう、湾曲したこのハの字眉毛。目元もね、垂れ目になってますけれども、バラのね、花束の持ち方もなんか炭治郎らしいなって、こう、誠実たるところがすごい出てるなと思いますし、きっと直立、あ、だよね。やっぱりね、めっちゃ可愛い。頬のね、色づき方も淡くね、広範囲にわたって、なっておりますけれども、炭治郎のやっぱ性格がね、すごく出ておりますね。あの時はありがとうって、なんかね、伝えてくれてるような感じもしますし、この二人でもなんかすごいストーリー出来上がってるような感じがするんだけど、禰豆子とはまた違う見え方ができるっていうね、もうごめんなさい。妄想が膨らんで膨らんで、隣り合わせになるキャラクターによって、ね、やっぱり見え方変わるでしょっていうことをね、僕はもう冒頭からお伝えさせていただいておりますけれども、4袋目、開けていきたいと思います。ここはね、やっぱぜひともコンプしたいんで、お願いします。いきます。ばかり、おお、サネミ、うわ、すげえ、すっごい可愛いね。そっけない感じなのかな。しかもね、これ、原野とね、逆方向向いてるんだよね。
なんかここもね、こう兄弟間でのこの差のつけ方なのかなとかも思ったりしますけれども、口もぐんとへの字口に曲がっているっていう、まあ見開いたね目元のこの反らし方でもまあしょうがねえなみたいな なんかそういうところも見えたりするんでね、描き方はめっちゃいいなと思います。ここはイグティと一緒なんだね、このバラの花束の持ち方腰元にこう手を当てた感じとか、片方にだけこう重心が寄ってるような、こうグンってね垂れ下がったような感じになっておりますけれども、うん、サネミらしいなと思いますね。素晴らしい。これでね、頬がねちょっとでも赤らんでたらこうツンデレ感もね出てたから出てたかなと思うんですけど、各キャラクターの表情っていうのを考えると、サネミの表情のレア感めっちゃ感じられる。まだ来てないのは伊之助義勇さんいや、伊之助はね、なんか来てくれるイメージがあるんですけどね、義勇さん、どうかな、ちょっとね、まだ安心はできませんので、しっかりね、もう見届けてください。ということで、ばかり。あ、ばかりじゃない、シュッ。動揺して掛け声すら忘れておりますけれども、行きます。ばかり。おー、伊之助、かわいいね。やばい。かまぼこ隊たちは、本当に女の子みたいな。すごいかわいいね。なんかピンクのつぶつぶしたものがあるなと思ったら、バラの花を虫ってこれ食べてるんじゃないかと思うんだけど、植物という概念の捉え方。まあちょっと野生児たるところとうまくリンクしたような形になってるのかなと思うと、めちゃめちゃいいね。井の頭をね、あの小脇に抱えるような持ち方でバラの花束を持っている。ここもすごい考えられてる。バレンタインでの葵ちゃんのね、このラインナップっていうのがすごい大きいなと、伊之助を並べてみて改めて思いましたけれども、やっぱりねストーリー性出来上がっております。伊之助はね、おそらくこの時には葵ちゃんにめっちゃ怒られてると思いますけれども、いやすごい眼力というか目の力がねバーンってこう際立つ、あの伊之助でも可愛らしい描き方になってるんじゃないかなと思います。いや素敵だね、ありがとう伊之助。はい、ということでこちらラスト一袋になります。ここにギーズさんが来てくれれば今年のホワイトデーフルコンプになります。ではいきます。シュッ、反対にしちゃったけど、この色合いはもうまさしく義勇さん、やべえ、めっちゃかっこいいんですけど、男性陣お一人だけアングルがね異なっております。柱稽古編がまだねアニメで放映される前っていうところもあって、周りのみんなとの距離感があるっていうところの背景もちょっと持たせつつのデザインなのかなとか思うと、この一輪の花をねこうじっと見つめている義勇さんとかもすごくこう哀愁を感じるような見え方にも捉えますけれども、目尻のところにね一本線がこうね入ってるんですけど、シワの部分とかもミニキャラちゃんでは描かれております。斜めですね、下方向にこう置いてるような感じだったりするので、まあ21歳組はみんな同じような持ち方をされているっていうね、そこの共通点もなかなか面白いのかなとも思ったりしますけれども、すっごいかっこいい。オッケー、 AB ともにコンプリートということでフルコンプ達成でございます。ありがとうございます。書き下ろしによってキャラクター一人一人が非常にね細かく作り込みされているなっていうのをね感じさせていただきました。原作やアニメからではこう感じることができない新たな一面っていうのを、やっぱりねこうイベントグッズなのでなどでこう垣間見えるねところがもうただあるなと思いますので、もうそれはもう自分なりの解釈でも構いません。そういうところもこう見ていただくと魅力を感じていけるんじゃないかなというふうに思っております。もう十分いや今回で終わりなわけじゃないです。今回で十分もう満足しましたので、チャンネル終わりますっていう意味じゃありませんので、キャラクター愛にね包まれた動画になったんじゃないかなと自画自賛、違うそういう意味じゃないです。もうこのキャラクターたちがこう発してくれるおかげでっていうことです。鬼滅キャラに感謝、そしてね見てくださってる皆さんにも感謝でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回はまたちょっとね過去グッズなっていくと思うんですけれども、いろんなグッズが待ってますから楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあね。